ミニバック601デジタルコンピュータキットは情報理論の先駆者であるクロードシャノンがデジタル回路を使った教育用キットとして作り出した電気機械式デジタルコンピュータシステムである。システムは1961年にサイエンティフィック・ディベロップメント・コーポレーションのコンシューマー製品部門により販売された。ミニバック601は青く塗装された木製のケースに収められた。 データの一時記憶に使う論理スイッチには、総極総投げ形リレーを使用していた。メインボードは単純な総極総投げ、形スライドスイッチ、単極総投げ方押しボタンスイッチ、表示ランプを使った6ビットの二芯、数入出力機構を備えていた。16ステップの電動ダイヤルロータリースイッチは10、新、または16芯の数字を入力、出力、あるいは、 クロック信号発生器として機能した。部品はメイン回路基板上のソケットにピン付きのジャンパ線を手作業で挿入して内部接続されていた。この単純なコンピュータは部品を組み合わせることで三目並べを遊んだり、あるいは単純なエレベーター制御システムをシミュレートしたりといったことが過労じで可能になった。 1962年初めには強化版のミニバック6010がリリースされた。これはグレーの金属製ケースに収められ高品質な部品が使われていた。抵抗器、コンデンサ、ダイオードなど可能性を広げるための追加のパッチコードが供給された。価格が跳ね上がったにもかかわらずシステムは玩具としてよりも企業向けによく売れた。1962年。 サイエンティフィック・ディベロップメント・コーポレーションはアナログ電子技術に基づく教育用電子キットも宣伝していた。ありがとうございます。